支払いを300点です。支払いを300点です。支払いを300点です。首都高300円判定を持ったよりゆるい、確認しました。今回はこんな内容でやっていきます。首都高300円シリーズは首都高で運転練習をしつつ、首都高やドライブ関連の情報発信を行っています。基本的な情報は概要欄の C に1周5分解説をご覧ください。さて今回は首都高の300円判定が思ったよりゆるいという情報を見つけ検証してみました。幡ヶ谷から C1 を2周して新宿から出るというコースです。さて、C1 への道を楽しみつつ、今回の検証内容についてご説明します。以前首都高300円入門動画の中で、入り口の一つ先の同じ方向の出口から出ることが、300円判定の条件とお伝えしましたが、実際は、出口判定が緩く、入り口の一つ先の同じ方向の出口が、存在しさえすればよく、実際の出口は逆方向で良いよう。なので、出入り口の方向をきっちり合わせなくても良いと。今回の道も、幡ヶ谷は東向きに入り、新宿で西向きに出るという、出入り口の方向が逆のコースです。ちょっとトイレ行きたいので代々木 PA 泊まろう。ドトールは閉まってましたがメインの店は開いてました。窓から夜景が楽しめるかと思いましたが、ガラスが店内を反射するだけで、そこは期待外れでした。うちの子の記念撮影して出発です。今回気づかれたかもですが、カメラ位置が違います。マウント機材忘れてきまして。とはいえ、ドライブ自体はいいですよ。水曜 20G 以降って道空いてるんですよね。で、この後、C1 を2周したのですが、その過程で、カメラトラブルがあったのと、またトイレに行きたくなってしまい、箱崎に行きました。この動画は箱崎を出るところですが、箱崎、C1 回るなら便利ですね。最初に箱崎に挑戦した時の動画で、箱崎はできるだけ使わないようにすると言っていましたが、結局使っちゃってます。便利？今回は初めて箱崎から C1 に戻ります。ここから C1 銀座方面か？他に車いないので？助かった。それにしても、出口判定が思ったよりゆるいとすると、最近ちょっと飽きてきていた山手トンネルをスキップして、最近楽しい C1 にダイレクトにアクセスできるようになり、首都高がさらに楽しくなりそうです。ということで新宿出口、天国へ続く坂 W、いやー、首都高らしい、めちゃくちゃな道。ということで、いよいよ判定の瞬間です。ということで、ゆるかったと。今回参考にしたサイトは概要欄に貼り付けておきます。首都高入門動画もそのうち更新します。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、旅、ロードスター中心に発信していきます。心をオープンカーのように開いて、いいね、チャンネル登録お願いします。